what's up guys? My name is Lian and welcome to my video ということで今回の動画は皆さんこちらの女子高生のロボットスキン知ってますか？このスキンの名前月って名前なんですけど結構前に追加されていつだこれシーズン9かに追加されてね結構女子高生スキンで人気だったんですけどなんとね皆さんのずっと待ち望んでたこのねこのスキンの唯一の欠点がロボットってところなんですけどなんとね新しくスタイル変更が隠しスタイルですね今んとこは追加されてこちらにね見てください真っ白の月が追加されましたやばくないこれ普通にめっちゃ白いの。でね、これ、テキスチャー見てわかると思うんですけど、若干ね、これと違うんですよ。っていうのも、なんとこれは今バグで、ここにかここなんかラプターのスキンが映ってんね。これバグなんですよ。なんかたまーにあるね、アップデ後にあるバグなんですけど、今回この月に起こって、で、ここに書いてあるのは、かっこヒューマンって書いてあるじゃん。ヒューマンは日本語で人間。つまり、今後、人間バージョンの月をゲットすることができますスタイル変更でやばない普通に。みんな女子高生好き、待って、質問がおかしい。普通にみんなが待ってた、まあ、人間バージョンの月が来るということで。で、しかもね、今回はいつものバグと違って、このね、白い月をね、使うことができるんですよ。ほら、見て、選択して、ここで、やばくない？だから今白いけど多分ね今後テクスチャーとか追加されて次のアップデか次の次のアップデぐらいにまあ人間バージョンのね普通の月も使えるようになるのかなって絶対人気になるマジでだってさ今までにないもんねまずそもそも日本のスキンが結構少ないってのとこの前なんかさアニメ系の女子が3人ぐらい追加されたじゃんであとこれは普通の見た感じ全然アニメ系じゃなくて普通の感じじゃんでまあ日本のスタイルっていうねめちゃくちゃ楽しみだよね普通にということでまあ今回こちらのスキンをちょっとね使っていきたいと思いますそれでは早速やっていきましょうレッツゴーよしおーすげえガチで使えてんじゃんえこれさみんなから見たらどういう感じなんだろう見てヨーヨーヨー見ろよえネイマールスキンもうゲットしてんじゃんえ、もうゲットできるんだね、ネイマール。でもこのスキンの方が良くない？ねえ、見て、ほらほらほら。めっちゃこっち見ようとしてんじゃん、これ絶対に。あ、どこ行くの？ねえ、もっとなんか、ねえ、どっか行かないで。はーい、やっほー。見て、このスキン。見て。あ、見てる見てる見てる。いや、ちゃんと白く映ってんだ。よーよーよー。What's up? 絶対何このスキンってなってる。おお、すげえその妹。どうしよう。みんな今プレゼント集合してるんでしょ確か。プレゼントめっちゃ降りるらしいみんな。ネイマールゲットするために。スチーミーとか行こうかな。安牌に。まあまあまあ、ゆっくりね、やっていきますか。いやね、でも、俺もね、なんでこの月のスキンを買ったかっていうと、多分今後人間スタイルが来るんじゃないと思って買ったんですよ。なんで、でね、確かこれ買ったのが、だいぶ前だけどね。ついにだよ、マジで。正直みんな待ってたでしょ。マジで映えると思うんだけど。制服っていうのがいいよね、普通に。マジで俺、めっちゃ制服に憧れてんの。僕、ずっとアメリカのさ、小中高って言ってたからさ、でアメリカは制服がないから、もうね、めっちゃ日本の制服羨ましいなっていう。俺も着てみたいもん、制服。まあ、実際このスキンのテキスチャー見てみないとわかんないけど。多分めっちゃ俺は好きだと思う。マジで制服いいと思うんだよね。なんか、着たことないからこそだ。多分みんなはいつも制服なんて当たり前じゃん、学校で着るのが。だからそこまでね、なんかめっちゃいいって思ってる人少ないかもしれないけど、アメリカ人からしたらね、いいなってなるよ。着てみたいもん。だから、普通にテンション上がった。人間スタイル来るってのがね、人間スタイルは神、神すぎる。桜ともめっちゃ合うしね、このラップ。まあ今は真っ白なんですけど。レッツゴー。え？なんか敵いるんだけど。え？もえ？何？やめて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 。なんでなんでなんで。何してたんだろう。なんかチャレンジ？あさられてるかな。え？浮いてるんだけど。何このバグ。あれ？浮いてるよ俺。グライダーかな。何これ。ごめんよ。そう、今までもさ、なんかたまーに俺動画上げてたと思うんだけどさ、こういうなんか、なんだっけ、前ヘイズだよね。ヘイズの金、金のツルハシみたいな。でもああいうのも全部使えなかったじゃん。初めてだよね、今回。使えるのって。しかも真っ白で。いや、このスタイルもいいけどね、白。普通にいいと思うんだけど。
スキン買った後にさ、新しくスタイル変更来るの普通にワクワクするくない？今回のアップデートだと、なんだっけな、鬼のスキン。あ、ど忘れした名前。なんだっけ、あの子もスタイル変更追加されて、普通にかっこいいしな、あれ。なんか、テンション上がるよね。レアチェストの音がする。マジでさ、レアチェストからのさ、プライマル武器の確率高すぎん？村ポンが欲しい。来い！まあ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 、アサルトは全然嬉しい。全然嬉しい。全然嬉しいけど、やっぱさ、なんかプライマル系多いよね。レアチェストから村ポンとか全然出たことないもん。ここ最近20回ぐらい開けてるけど、全部プライマル。武器が。あ、スウェッティーそうだね、これ。あ、スウェッティーアンチが、もう、コーラルアンチってやばいな、本当に。行くことないんだけど、コーラル。コーラル降りる人いるんかな？マジで何もなくない？ここ。戦いにくいし。リブートじゃない？何この青い線。え、何この青い線。チャレンジ？あ、でも、撃ち合った後あるわ。いますね、敵。行きまーす。戦いに行く。いるいるいる！待ちやがれ！めっちゃ白！オッケー、倒した。よし。え、めっちゃ資材、やば、資材完走したんだけど。めぐ、オッケー、ラスト一人やで。エイムよ。音が全然わからない。どこにいんのこれ。あ、オッケー、ジジッ。なんか、全然よくわかんないビクロイだったわ。まあいいや。っていう感じで今回の動画はこちらの、まあ今はね、バグで使えてるヒューマン付き JK 女子高生スキンを使ってみたんですけど、まあこのスキン楽しみな方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。Peace out!